マジお前だからで何でお前始まった始まった。ほらお前こうなる。マジでもう。まだ1が違う。1が違う。じゃあ変われ変われ変われ。変われ。あ変わっ。じゃあ待って待って1合ってた。変われ1合ってた。あもう帰るわ。もう何の何のやむろやむろやお前マジめんどい本当にそういうのやむろ本当に本当にこれから始まるから本当にマジやる気出なくなったあじゃあとりあえずとりあえずなんかいつものあれいつものあれやっていつものあれやるよほんとはいねえ三島さん本当に最高じゃないですか小島だよ小島だよ俺にお前だろああはいスタートスタート始まりました。なんとかビーキー なんだっけ分かってないのエコヒーキーよいしょ始まりました。お前らちゃんとしろ。お前らじゃ誰にも思うんだよ。ほんとだよ。ほら65。ほんとだよ。どころに刺すぞ。ほんとだよ。あれブスッ。あっ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 。俺ら魔法を使える豚を呼べる魔法を。いやー声いでよいでよ黒豚。あ俺いでよいでよ黒豚。なんで来ない。なんでいでよいでよ黒豚。いでよ黒豚。じゃじゃこっタケノコのタケノコ。来ない。こう。あうん。ねえ本当に茶番だよ本当に茶番だよ。ああ本当に茶番すぎて本当にもう意味わかんなくなってるから。府中の人間そんなもんか誰だい誰だい誰だいあじゃあ自己紹介しよっか、まあ、乾杯乾杯はね俺が司会するわお前なんか司会って顔してねえもんなんか三島って顔してる小島だよ、うん、小島だよ本当にどこ間違えた小島だよまあ、でもまた服もしましまうんだからこらってお前、うん、小島だよ小島じゃねえだろそれ小島だよこれ小島電機生まれ生まれ生まれたてのこんなの小鹿だよこ、うん、それもそうだよそれもそうだけど、はい、それもそうだけどじゃあ自己紹介しましょうはいどうも LINE の並び変だよまず、うん、あ自己紹介しましょうお前変わっちゃったよ一緒だよえ、ね、だって俺ユージ俺ユージちゃうやんあそうだよ一緒だよあこうなっちゃう分かるこうこの感じこの感じ分かるこれでいいのほら持ってかれてるよ。もうちょっと早いね。あんまり展開早い。あんまり違うから。あんまり違うから一緒に。どうも。ね、うん、本名永田雄大って言います。はい、本当にそうなの？うん。今調べたら出てきますね。永田雄大何？ちょっとみんな調べてみて。はい。はい。質問タイムですか？はい。はい。どうぞ。はい、質問はい。出身地は？出身地はブラジルじゃありません。はい。はい。南米でもはいどうぞ、はい、童貞卒業したらいつですか前回も言ったんですけど中3のねはい答えさせろゴムはつけるんですかゴムはつけるんですかつけられてる時に言っちまったよああいいんじゃねえかよ本当にいいんじゃねえかよやりもせずに終わったよあれでしょちょっとそれ聞かせて俺それ好きなのいやもう前話したじゃんもう一回この音何いやリピートもう疲れたわ自己紹介させて本当にリピート指名って感じ、うん、逆にそれがねこっちでしょキングやばい人なんでブラジルが出てきた、うん、誰がブラジル人やんあんまりそんなこと言ってないけど誰がベストキットじゃんあんまりそういうこと言ってない本当に、うん、じゃあね源氏名は、うん、ワンナイトラブって言いますはいはいからのうんからのうんうんからのはい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 からのはい、まあ今日これ見た人は、うんまあ、ワンナイトラブ出せえや誰がワンナイトラブ出せえや、うん、売ってねえけどな本当に売ってねえけどな、うん、はいはいっすよ、まあ、顔がでかいですねこう見ると小島だよはいこう本当に俺と並ぶと顔がでかいですねいやこれ帽子にしようおでこここら辺まであるんですよやめろやめろおでこここら辺まであるんですよまだ時間あるからまだ時間あるからやめろ
まだ時間、ワンナイトラブしてやるからよ。うん、フィリピン人じゃねえよ。っていう体でやってるだけで、本当は、本当は、本当は、はい。本当は。I'm from Japan。いや、それ違うな。あんまり、あんまり母子家庭で感じちゃう。本当に。感じちゃう。育ち悪いからね。ああ、じゃあもう、ここら辺でね、まあ、現時点ワンナイトラブ。まあ、今、ラブだけなんですけど、うん。まあ、美穂ってさ、うん、美穂確かにぬぼりだからあそこ書いてあるが告知に美穂智子みたいな。本当だ本当だ、うん、ラブ母美穂ユージ母智子美穂見てるか。うん、じゃあ美穂のじゃあちょっとあれ言ってあげたら、はい、慣れ初めというかなんか慣れ初めですか。あ、美穂っすか。後期のわたこの、わたこの、あ、まあ俺のまあ俺も今言うんですけどまあ育ちすごい悪いです。はい、え、団地なの団地なの、はい、うん、一応マンションだけど、ばあちゃん家元は、あ、元はばあちゃん家なの、ね、俺のお袋はまず買ってない。うん、住ませてもらってみたいな感じ。なんかいや、親父不明、うん、親父の弟、鑑別所のカウンセリング。いやいや、どういうことだよ。どういうことだ。で、母親鑑別所で やってんのは、そう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 。俺も悪いやってたけどよ、あれしょ、お前も落ち着けよって言ってるやつ。おばあちゃん、おばあちゃん、あれでしょ、うん、あの年少のあの、うん、たまに月一で会いに来るやつ、うんうん、ああいうのじゃないから、折り紙教えてるやつとかそういうのじゃないから、おばあちゃん全然違う。なんか整えさせようとして、整えさせようじゃない、青年会じゃなくて、なんだっけ、ボランティア、ボランティアボランティアないけど、ね、そういう医療会みたいなのやってないから、もう俺話始まんないじゃん。確かに確かに、タマはちょっとずれてんだよね、府中だからね、ずれてる、まあで、まあ俺のお袋は、まあ、事前事業者、スナックで働いてます。事前事業者、事前事業者お前かませたな。お前かませたな俺に。事前事業者なんでしょ、はい、俺の母親はね、まあスナックやってまして、うん、ねえ本当に、まあある、まあスナックはまあ俺の地元にあるから、うん、結構みんな来るんですよね、うん、先輩だったり、うん、すごい飲みに来て、だから結構なんかお前の袋とこの前飲んだよみたいな話は、うんうん、まあまあまあ彼もこうも言ってますけど、うん、ねえ本当にこうも言ってますけど、なんかいろいろあって、うん、なんか、うん、早く来い、うん、早くちょうだい、うん、早く、おやらせて。いや、こうも言って、なんかさ、いろいろあるの、肛門、かいも、待って待って、左の人ウルトラで見たって、まだウルトラはさ、もうその話やめよ。ま、だってウルトラで見たらさ、彼さ、仕事凍結してんだから、いやいや、やめとけよ、今これやっちゃダメじゃん。いやいや、ほんとにもう当日欠席してるんだから、うん、いやいやいや、めっちゃ、ね、ママの話していい？まあいいよ、うん、どうぞ続けて、まあまあ彼もこうも言ってますけど、うん、本当にそのテンションは30分続く。まだ続く続く、うん、汗だらったらだよ。本当だ、液晶で見えないかもしれないけど、近くで言うけど汗だらったらだよ。本当だ、本当に本当に梅雨だくだよ。マジで梅雨だく、ラブ君ママとやったの、やってないから。あれもう話進む、禁止そうか、全然しない、禁止そうかしたの。確かに4年ぶりぐらいになんか同じ布団で寝たらちょっと下半身熱くなったら覚えてるけど、やってはないから。一緒に寝たんだ。なんで寝てないから。え、いつまでお風呂一緒に入ってた。じゃあ、あ、どうだ、小6ぐらいかな。小6か、結構遅いかもしんない。なんか俺でも中2ぐらいまで俺歯磨いてもらってたから。歯磨いてもらってたの。仕上げはお母さんじゃないか。じゃないか、じゃないか。もう、うん、本当に話全然進めないじゃん。もう多分行ったり来たりしてるだけだよ本当に。ママ戻ってなんかちょっと挟んで、うん、でママ行って、うん、ママまた来るのね。パパは、パパはパパは、うん、ギリ、うん、育ち悪いな。そこで沈まるのかよ。本当に全然ダメじゃん。パパはギリ。じゃあちょっともうそろそろ。そろそろじゃあちゃんと自己紹介します。うん、だ自己紹介戻んの。俺のね、まあお友達に、ラブちゃんと報道しなさいな。バイ母。おふくろありがとう。イコール見本みたいな感じだから、ね。おふくろありがとうな。おふくろに、あ、でも親孝行で。さっき食ったナス丼です、うん。親孝行だから。ね、なんかあれでしょ、この前仕送りというかさ、はいはいはい、あれしたんでしょ、はいはい、いい子だからやっぱり親孝行だからね、うん、お母さんだから。まあそうだね、うん、まあ詐欺やってる時、あ、間違えた。言っちゃったまあね、うん、詐欺ウルトラのポーズはこっちね、うん、で、お前はこっちね、うんうん、まあ詐欺やってる時よりは仕送り少ないけど、うん、まあ大体、まあ大体渡してると。10万ぐらいですかね。まあ渡してんだね、うん、渡してます。それちなみに OS ですか。 OS じゃありません。詐欺の種類出ちゃってるからそれ。うん、
やめよう、本当に。本当に。もしもし JR から電話来たとか、そういうのやめよう。いやいや、誰が阿弥陀に電話するんだ、お前。誰が阿弥陀に電話するんだ、本当に。治安悪くなっちゃうから、本当に。本当に。JR 何するんだ、お前言ってやれ。本当に。じゃあ、キングの秩序は保とう。じゃあ、俺じゃあ、キングの秩序は保とう。じゃあ、俺おばあちゃん。俺おばあちゃん。プルルル、プルルル、プルルル、プルルル。あなたのお母さん誰ですか？なんでそこねえやらせてよ。なんで全然面白くない今のは。これ求めて絶対視聴者もしもし戻って求めてたから。いや待って秩序も何もないってやめて。本当に秩序はあるちゃんと。じゃあ電話鳴ったね。うんうん鳴ったよ。トゥル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 プルン。マイマイ。もしもし。はい、あのさ、今日さ、たかしか、たかしだよ、たかし、たかしだよ、元気しとっか、うん、ちょっとソープ行くお金ちょうだい。ソープ、ソープは行くお金だ。ジュースじゃないんだよ。ソープなんだよ。あ、あんだって、あんだって、あんだって、ソープの金ちょうだい。ソープ、なんでお前もおばあちゃんやってんの。俺おばあちゃんやってんの。じゃあ俺はお前疲れてんじゃねえよ。そこは間違えんな。じいちゃんだよ。俺はじいちゃんだったよ。じいちゃん、じいちゃんだった。じゃあじいちゃんやる、じいちゃんやる。うん、プルルルプルもしもーい。もしもし。おはいよ。あ、どうした。うん、おじいちゃん、おじいちゃん、おい、おおじいちゃん、たかしか。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんだよ。おばあちゃんだよ。おばあ、おばあちゃんだよ。おばあちゃんだよ。おばあちゃんだよ。おばあちゃんだよ、ほんとに。全然さ、何だ進まないじゃん。いや、でもさ、久しぶりになんか話してる気がする。そうだね。うん、こんなにだってずっと差しでさ話すことないじゃん。確かに。もうだって気持ち悪いもん。なに、距離が、距離がそんな感じなのね。うん、わかるよわかるよ。じゃあね、まあネタバレすると、まあその渡辺幸喜っていう地元の友達がいて、まああの、そこの、待て待て待て、野口大輔もいる。野口大輔全く話に関係ない。身内ネタやめよ。本当にね、そこウルトラいいから、ウルトラいいから。本当にで、で、で、うん、野口の話よろって聞いた。需要があるから供給してあげて。今何時、もうやばいんじゃない。あ、あともう半分来ました。自己紹介終わってません。まあ、まあ、僕の自己紹介まだ終わってない。もうこれ自己紹介で終わっちゃうじゃん。待って、需要あるから、モノマネバトルする。モノマネバトル、いいよ。分かった。いいよ。とっておきのあるから。どっちが行く？先攻後攻。あ、いいよいいよ。じゃあ俺もうこれで見ちゃって決まっちゃったから、これマッキーね。マッキー、マッキー、マッキーのものまね。マキハラは違う。あんなにゲイじゃない。じゃあ、うん、あんなにそこら辺ぐらい。あ、もうさ、やい、環境だって。はい、せーはい、3、3、2、2、1、1。はい、帽子を取ったらベストキット。いや、それもう一回いるやつだな。ちょ、これ今日マッチ。いや、あんまり違うじゃないの。あんまり違うんじゃないの。ほら、じゃあこれほら、マッキー、早く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 、持って、早く。じゃあ、ゆうじくんのモノマネで、さあさあ、にに、じじ、どうしてきよ。あんだっけ。あんだっけ。おじ、おじ、おばあちゃん、おばあちゃんだって。たかし、おばあちゃんだって。あんだっけ。おばあちゃん、あんまり、たかし、ワイルドになったな。あんまりおばあちゃん浮気して帰ってこないから、たかし、ワイルド、ワイルドになったな。マッキー全部使えるのに捨てたんだって。ワイルドだな、たかし。捨てたんだって、ワイルドだな。ワイルドだな。さすがもうばあちゃんのワイルドだな。ワールドすぎちゃんだぜ。本当にもう最高じゃないですか。今日はもう志村けんじゃないでしょ。今のはここら辺ないやつでしょ。待って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 、一回、もうラブくん、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 履いてるんですか、履いてるんですか。あ、どうぞ。あ、どうぞ。やっちゃったよ。1、2、3、タイミングで CM お願いしまーす。 CM 行きまーす。はい、結
験者大募集。誰がなんと言おうが、俺がお前を幸せにする。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクイケメンばっかじゃん。イオンインク。普通にできない。おかしくない？なんで俺が話してんのにそうやって。じゃあ、じゃあ、ニコ生じゃん、あと時間少ない。違う。待ってるよ。待ってる、本当に。やめろ、本当に。本当に。ってやついたね、なんかワイルドなやつ。誰もやってねえ。誰もやってねえ。誰もやってない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 。じゃあ、さっきの、ミホの話戻ろう。ミホの話戻って。はい。まあ自己紹介もまだ終わってないんで。ぶちバレたるって絶対に、ゆうくんでしょ。本当にもうね。じゃあもう。ミホの話行こう。ミホの話行こう。まあそのお得意先のね、玉川造園っていうとこがあって、それが。造園屋さん？そう。造園屋さんで、僕の友達がね、まあ働いてるとこで。まあそこの会社の人たちが、まあうちのお母さんの店にバーって飲みに行ったんですよね。なんなんそれ、キャバクラ？スナック？スナック、スナック、スナックね。で、まあ結構来てるらしいんだけど、まあそこでなんか俺の先輩が、なんか見ちゃったらしくて、まあうちのお母さん、まあスナックでの呼び名、ミポリンって言うんですけど。ミポリンね。ミポリン、ちょっと可愛い。もう一回言っとく？ミポリン。ミポリンね。覚えて、皆さんミポリン覚えてね。本日のキーワードですよ、ミポリン。よし。で、ミポリンがいるんですけど、まあミポリン持ち帰ってる先輩。おい、ミコシマ！おい！ゴー！ミコ、ゴー！おい、ミコシマ！確かに絶対ね、話終わんないと思ったけど。じゃあ一回早くしろ。このタイミングで来るわ。本当に、本当に。カワ、カワと、な、は、は、己と、己の戦い、は、は、うぜよ。え、シュー、薬物以上。薬物依存。シュー、薬物やめなさい。あれだけ言ったでしょ。シュー、薬物やめなさい。もうシュー、シュー先生にも来る。先生にもやばす。ガッタ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 ッ。バカチコバカチコ。バカチコ。バカチコバ。まあまあ言ってますけど。疲れた。ね、本当に。疲れた。本当に。マジでピリ辛、お前遅れてきてな、お前何買ってきて焼きするだけぞピリ辛味。そうです、マジで、マジで梅雨だくだわ、本当に。お前らいくつだよ。頭の大盛りで梅雨だく。そうだね、頭の大盛りで、確かに頭重そうだもんね、顔でかいし。こんな感じだ。なんかテッドみたい。危ないよ、危ないよ。首がないともうこうなっちゃう、誰でもそうだってなって。いつジャスティン・ビーバーになれるんだろう。いや、お前もジャスティン・ビーバーかもしれない。俺がジャスティン・ビーバージャスティン、ビーバー、ハナ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 、いいなって感じ。あ、ニッキー・ミナージュ。お前の、おい、かぶってる。かぶってるよ。なんかさ、俺さ、ちょっと申し訳なく思っちゃう。やらせてあげれないのが、俺もいつ来んのかな。もう行っちゃおう、俺から行っちゃおうって思ったら、行っちゃっていいんじゃない。中身がないから無駄に騒ぐしかないパターン。こいつが中身作ってくんないから。いやいや、中身俺すっごい話そうだよ。ほらミポリンがあって、ミポリンってなんかね、行こうよ。じゃあミポリンやらせてあげるよ。やらせてあげるよ。まあミポリンね、そっからまあ先輩とかがアフターしてるとこ見ちゃったらしくて、まあお持ち帰りしてるところをね、ミポリンこの後予定あんの、私ないよみたいな感じな、俺の母親が言ってたみたいで。じゃあミポリンやるから、ミポリンの誘ってるやつ。じゃあチークね。じゃあ行くよ。アフターこの後行こう。だって帰ったらダブ待ってるし。いや普通にちょっと飯食いに行こう。だって飯ぐらいいいけど、ちょっと行こうよ。じゃあ飯だけ行っちゃおうかな。でも絶対何もしない。何もしないよ。だって幽霊にバレたらお前のお母さん、何もしない、何もしない、チャラもんだって、チャラママ、息子このピチって言われちゃう。言わない言わない、絶対言わない。ちょっと飯食いに行くだけ。飯だけ。何もしない、分かった。じゃあ行く。何もしない。バリアン予約してるから。バリアン、バリアン、バリア、バリア、バリア、バー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 
からの、からの、はい、はい、はい、からの、からの、はい、まあ、ね、もう、もう、オチ分かったっしょ、はい、もう、俺の友達の先輩が、あの、俺のお母さん持って帰ってセックスしたんだよ。うん。だから、そのせいで俺、先輩に会うたび、うん、なんか、気が変わるんだよ。今まで、あの、ガンガン俺に言ってきた先輩もなんか、お疲れ様です。お、お。ちょっと気まずくなっちゃうの、ちょっとなんか距離感じちゃうんだね。そう、うん、こんな感じ。集団的になんかこう話しててもなんかちょっとでも親とか家族系になるとお、まあ、ちょっとさ、なんかあれ敏感になっちゃうんだよね。そう、うん、もう敏感。普通に親の話してるだけなのに、そう、ええみたいな。だから俺の友達もなんかあのその先輩って結構やっぱ府中で、まああの有名っちゃ有名な人で、うん、まああのやったことはね、うん、有名になってきて、いやいや有名にさせたのお前やろ。まあそうだけど、うん、ネタにしてどんどん使うからだよ。もういいもんだって、おめえのせいだおくろチャラついてんじゃねえよ。本当だよ、本当にどうしようもねえこの親子、本当にどうしようもないよ本当に。さあそれでね、うん、まあ俺の友達も俺の家遊びに来てもね、うん、ちょっと気まずくなるみたいなね。その渡辺幸喜なんて俺の家遊びに来たよね。俺のおふくろから、まあおふくろがやったのはゆうとくんっていうんですけどね。ゆうとね、じゃあね、もうあいつなんか自分がもう勘ぐられてること分かってんのか、うん、自分からねその幸喜って遊んでる、ゆうとと仲いいの、そうそうし始めんだね。ゆうとと仲いいのとか言って聞き出して、ゆうとと一回飲んだことあるんだよねみたいな。ちょっとなんかちょっとなんかあれでしょ、ちょっとに座り方もちょっとぎこちなくなっちゃう。ぎこちない、何それ、消しゴム置いてオナニーしてんの、なんか何それ、なんかいけんの、じゃあなんかぎこちなくなくないで。いやでも最近ボールペンの後ろで消せるやつもあるから、ボールペンの後ろで消せるやつもある。そう、結構前からないそれ。キャーとお前あらキスしたら泣く、うん、やっぱ結構求めてんだね、うん、みんな。なんかいろいろあるみたい、需要あるみたいよ、うん、てかさ、なんでこんなに仲いいのってなってくるから、そろそろちょっと俺らの、まあ、お前の自己紹介いけよ。じゃ あ俺の自己紹介、お前の自己紹介いけ。じゃあ俺の自己紹介終わったところで、はいはいはい、山西浩平くんの自己紹介。なんかもうそれ終わっちゃってんじゃん、もう言っちゃってんじゃん、なんかもう。あ、お前本名言ってなかったのか。あ、でもお前本名やんないでホストやってんのか。そう、なんか本名っていうかないし。そうなんだ、うん、ないんだ。ないし、なんか施設、うん、施設だったから。あ、施設だった施設だったからもうないし、なんかあ、親名前つけてないんだ。なんかひまわりさんっていう、うん、なんかすげえ、うん、超優しいおばあちゃんがいて、うん、浩平くんでいいんじゃないみたいな、うん、いいんじゃない、うん、いいんじゃないよね、浩平になっちゃったんだ。うん、そうそうそう、軽っうまい、そうそうそう、超軽いじゃん。そう、それもうなんかぽいね、シャボン玉いつもやってるしみたいな、うん、シャボン玉やってないでしょ、絶対絶対それあれはできっとでしょ、絶対やめろ、お前やめろ、ほんとにほんとにやめろ、ほんとにちょっと、おーらーって、もうどうすればいいのこれ、もう突っ込むの疲れたよ、ほんとに、仲いい、うん、うん、なんかじゃ あここら辺でちょっと、俺の黒豚召喚術を、ラブの召喚術、いいよ、ちょっとやっちゃおうか。あぶあぶだっだっあぁ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 あ黒豚、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 黒豚
黒豚あやだよもう黒豚くんのはい紹介遅れました。はい、黒豚ことハオ店長でございます。よいしょよいしょハオさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ出しただけ。わざわざありがとうございます。さてじわるじわるじわるこれねえ本当にいろいろありますけどもまあコメント1000いくねこれもねえ本当にああなことやああなるのことやあーなるもねあーなるほどね、うん、本当に本当に、まあ、ねもうでもねいやでもアフリカ大陸見たいんだよね。一回でいいから行ってみたい。やめて本当に大陸だけはやめて。いやマジでアフリカ大陸行きたい。いやもうやめて。マジでアフリカ大陸見てみたいの。じゃちょっとうわー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 うこの絵ちょっと本当にマジやばい。いやマジやばい。本当にまあいろいろまあでもニコ生ってこういうのでしょ。うんこういうのだよ当たり前じゃん。うんなんか俺はなんか上手いもういいもういいふじみふじみなんでだろう、なんでだろう、剣を刺しても刺さらない、あ、なんでだろう、なんでだろう、剣をバーバーンビンボンボンボンこれ絶対重要ない。ボンマジそろそろバンバンバンボ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 ンバババンボンバババンボンフェストンワイフオーなんとかオーオーなんとかなんとかOh, oh, 見てくれ、oh. ありがとう、oh. ah, Thank you, thank you, thank Thank you, thank you, thank you. 使うなら丸キュー Thank you, thank you. 渋谷行くなら渋谷に行くなら新宿キングに来い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 キングに来い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 あと14秒で俺らのニュージェネリーキーが終わるマジ19876マジ頑張った俺たち今日は本当に見てくれてありがとう。同じかそむいてビクビクしてては掴めないような心を歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ自分に負けない心持て女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。